はい、皆さんこんにちは、森山ジョージです。予算1万円で、ホームセンターでね、木材を買ってきて書斎と AV ボードを作るというね、企画を始めてますけども、最初ね、ホームセンターでね、杉の木を木材買ってきて、それをこう傷ね、ナイフとかね、ハンマーとかで傷をつけて、ヴィンテージ加工の傷をまずはつけましょうと。で、その後に魔法のワックス、ブライワックスを塗って、それで、ゴリラボンドですね。ゴリラボンドを塗って、ビス、一応ね、念のためビス止めをしました。それで、前回の動画でもね、ご覧いただいた方は分かると思うんですけども、書斎が完成しました。で、これで終わりじゃないです。一番最初のね、動画でもね、お見せしたんですけども、これ覚えてますかね？ピント合うかな？そう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 、これ、粗い設計図ですけども、ここの部分が書斎なんですよね。で、ここ、完成じゃないんですよ。これ作ってないんですよ、まだ。はい。これ何かっていうと、AV ボードです。テレビ台ですよね。これを今日は作っていきます。なので、今、この書斎見えますか？隣にね、テレビがありますけども、なんか今の AV ボードあるんですけども、一体感になってないんで、あんまテイストが合ってないということで、今回はね、AV ボードを作ります。はい、ということで、これがまずね、前回の動画で作った書斎、めちゃくちゃかっこいいでしょ、やばいですよね。あとで、ね、アップの状態とかもまた見せますけども、これがね、もともとホームセンターで買ってきた杉の木ですからね。これが、ね、エイジング処理をしたことによってこんな感じになります。まず天板ね、天板こうやって傷をつけてきましたよね。こう角を落として傷をつけて、ブライワックス塗って、で、傷つけたものがこうなるわけですよ。めちゃくちゃかっこいいね。新品とは思えないですよね。はい、角材とかもこういうところ傷つけたりね、こういう角を落としたり傷つけたりしたのやりましたよね。これこんな感じなんですよ、ブライワックスね。このね、傷の間にワックスが埋め込まれて、よりすごいいい感じになるとね。めちゃくちゃかっこいいでしょ。新品ですからね、これ。はい。で、今 AV ボードこんな感じです。なんかまあ雑に置いてありますね。子供たちのなんかゲームが置いてあったり、なんか何？ブルーレイディスク、レコーダーっていうのが置いてあったり、まあこのテレビもね、僕が結婚した当初に買ったやつなんで、もう12、3年前のものですね。世界の亀山なんて時代のやつです。はい、で、そのところに仮木、これはね、ヴィンテージの仮木のテーブルの AV ボードとして使ってまして、まあ本当こんな感じ、すごい雑な感じです。ここにこう、さっきの設計図見せたように、ここに AV ボードを一体化でくっつけていくと、同じような素材、はい、で、AV ボードの素材も同じように木を切って、これもエイジングしました、加工して。傷つけてブライワックス塗ってってことをしました。これを今からね、組み立てていきます。はい、じゃあ、今から作っていきます。で、これはまず足の部分ですね、AV ボードの足の部分、足の部分にまずビスを揉んでいく。ビスっていうのは揉むっていうのを前回言いましたね。職人さんとかはビスのことをビスを打つじゃなくてビスを揉むというということで、これとりあえず揉んでいきます。入らない、入らないので穴開けます。はい、今インパクト回したんですけど、うまくビスがね、入ってくれな、このビスが入ってくれなかったので、これね、このビスが。なので、このね、ドリル、これね、この辺を使って、この辺ね、この辺を使って穴を軽く開けてから流し込んであげるっていうことをやっていこうかなと。
まず穴開けましょうと。インパクトの電池だったんですね。はい、揉んだ。これ揉んでます。完璧です。インパクトの電池の問題でしたね。電池がバッテリーがなかった。はい、揉んだ。これで一応できました。同じ。これ足の部分ですね、はい、また続々組み立てていきます。はい、次は天板ですね。これ天板、今組み立てたこのね足、これを天板にくっつけていきたいです。こんな感じかな。ここにボンと。はい、もんだ。こんな感じで適当です。適当で。熱いお茶だもんね。全然入ってくんないな。どうしよう、参ったな。あと一発も見てえな。これはもう手でいきます。あとはもうラチェットっすね。めんどくさい。インパクトってやっぱ楽だな。はい、もんだ。あー、汗だく。で、次は中段作るか。こっちか。こっち、くっつける側。くっつける側にも埋めてあげないと。電池か。またインパクトの充電がないのかな。ダメ、電池がない。ちょっと電池充電します。はい、インパクト充電してる間もう時間もったいないので、もう手でいっちゃいましょうね。うわ、早い。正確。そして、熱い。インパクトってやっぱすげえな。超便利だな。汗だくですよ。めんどくせえ、めんどくせえ。はあ、早く充電終わり。はい、もんだ。インパクトすごい便利、超便利。はい、もんだ。充電終わった。充電終わりました。でも改めてなんか電気、機械の操作を知りますね。マジつれえな、これ。で、次は中ね。中どうしようかな。まずは、つけるか。よし。つけるか。とりあえず。よし、これをもう一回出しましょう。ここにつけていきますね。ここよいしょ。あ、手前だから逆だ。逆だ。
よいしょ。こうね。はい、こんな感じね。こんな感じでつけていこうか。結構大きい家具だから大変重いし、ちょっとじゃあ今からつけていきます。はい、こんな感じですかね。ここ今とりあえずビスってこと、下が水平になってると思うので、はい、ボンダー、はい、ボンダー、はい、ボンダー、ふい、靴だ。はい、次はここは中ね、天板のその下、よし、もんだ。よし、完成。はい、とりあえずね、エブロード今ビス止めて完成しました。めちゃくちゃもう汗だく。結構ね、木が硬い部分とかがあったりしてね、ビスがね入らなかったりとかね、途中でインパクトのね、あのバッテリーが切れてね、あのテンパったりする部分もありましたけども、とりあえずね、今できたので、とりあえずね起こしてみようかなと思います。重い。よいしょ。ここに設計上のすっぽり行くはずなんですよ。重い。よいしょ。やばい、せーの、よいしょ、よいしょ、どうでしょう、まあ、いいんじゃない、完成。はい、これじゃあちょっと今からね、こんな感じ見えますか、一体かかったなって、だいぶあのね景観も変わったと思うんですよ。これをねちょっと今からセットして、まずはね、あの元々テレビが置いてあったんで、そこにまずはテレビとかねセットしていきたいと思います。はい、こんな感じ、今ねテレビ置いてみました。元々とね全然もう見てくれが違うでしょう。はい、ちょっとこっちの見てみます。はい、こんな感じです。いいね、もう全然前と違う。これホームセンターの木材ですからね、ね、全然違うね。めちゃくちゃいい。でね、最後はここにね、もともと書斎を作るっていうあれだったんで、ここにね、いろいろね、ディスプレイも含めて置いてね、ここに置いて、で最後に椅子買いましたので、ヴィンテージのね、それもご紹介したいと思いますね。次回の動画でそれをご紹介します。はい、できました。すげえいい感じでしょう。ね、ホームセンターの木からここまでで DIY すればできますから、ぜひ皆さんもやってみてください。でもやっぱりね、物を置いてそれこそかっこよくなってくるので、次回はね、いろいろね、あの植物であるとかパソコンであるとか置いてね、あのこういう感じに仕上がりましたよ、あと椅子も買いましたので、それを置いてね、ディスプレイを並べてご紹介したいと思います。今日は以上になります。ありがとうございました。全体的にはこんな感じかな。いろんなものを置くとまたね、書斎とかエブリボードの様が、ね、全然変わってくると思うので、まあ、こんな時計を置いてみたり、こういうね遊び心のあるこういう雑誌の切り抜きかな、うん、こういうものを置いたり、椅子を調達したんですよね。これはね、ヴィンテージチェアだと思います。レトロなね、